皆さんこんにちは。会場がですね、適正な規模の会場が取れなくて、狭いところにぎゅうぎゅう詰めになって申し訳ありませんが、多数集まりいただきましてありがとうございました。で、私がお話しするのは、先ほど司会の方がおっしゃったように、これからどうするのかという話なんですが、こうすれば何なしでいけるという話では必ずもございません。で、最初にこれ画面をこうじっと睨んでいてください。この人の顔ですね。元水管理国土保全局長で、今参議院議員自民党のですね、こうやってます。で、この人の、これ熊日のインタビュー記事なんですけれども、話の中に、なぜ国交省が今に至るもハーベルアダムに固執し続けるのかということが非常に分かりやすく書いてあります。で、前回ハーベルアダムを諦めたのはですね、科学的な根拠ではなく、その当時、全国を覆ったダム反対の動きがですね、要するに政治的な動きで、ダムを断念せざるを得なかったと、まず残念がっておられます。で、しかしその前にですね、私たちは、球磨川水系にはどうしてもダムが必要だという考えはその当時も今も変わりませんと堂々と述べてます。で、もう一つ頭にいるのがですね、科学的根拠でダムが必要だと我々が言ってるのに、反対する人たちはイメージだけで反対してる。これは大きな誤りを犯すことになるとおっしゃってるんですね。イメージですよ。イメージというのは幻想みたいなものですからね。我々が反対してるのはイメージだけではありません。これも大事ですけれども、ちゃんと根拠があるわけですよ。再三出てきます昭和40年の水害、市房ダムの緊急放流があったのではないか。そういう体験、それ以降もですね、大雨ごとにヒヤヒヤしながらダムの放流を心配するという経験を積む中で、やっぱりダムはダメなんだということを体験的に感じ取って、それを根拠に反対してるわけですね。何がイメージなんですか。で、この背景にはですね、治水のことは国交省に任しとけと、国交省が最高水準の科学を駆使してそう言ってんだから黙れと言ってるわけですね。こんな存在な態度を取る科学者は科学者とは言えません。科学者は本来もっと謙虚でですね、さまざまな事象に対して真摯に取り組んで科学的ものを考えるというのが科学者です。まずそれを述べておきたいと思います。で、2008年川島知事がですね、非常に立派なお言葉でダムの白紙撤回をおっしゃいました。その背景は何なのか、確かに川島知事さんの英断かもしれませんが、彼をしてですね、そう言ったら安心して自分のイメージを上げることができる、そういう状況があったからです。川辺川利水訴訟で農民側が勝訴し、それが確定して、その後4年間にわたってですね、事前協議というのが継続しました。その間、利水はどうなるかという見通しが立たなかったわけですね。で、国交省は収容委員会に収容申請をして、収容委員会がどうするのかを審議している。それがずるずる伸びてですね、この先どうなるかわからない。で、収容委員会から国交省は取り下げなさいという勧告を受けて、しぶしぶ取り下げたわけです。これは実質的に当時の川辺川ダムの計画を断念したことになります。これが大きな背景なんですね。さらに相良村と人吉市長が、いらないと。で、そういう水先案内人ができて、だからそういう宣言を高々に述べられたわけです。だから今回はどうなるか、国交省はその経験に非常に深く学んでですね、立野ダムでも皆さんご経験だと思いますが、住民討論集会は一切しません。で、相対で説明会も開きません。
ホームページを見ようです。だから直接関係のある人たちとは直接に会わず、行政のベースで手続きを着々と進めて、で、外ビデオを埋め、で、スケジュール通り11月19日の知事の負担を容認宣言をですね、引き出したわけですね。それと、それから今回は蒲島知事を支える、これで安心してかっこよく受けるという背景はなかったわけです。ここは決定的に違うところですね。で、第2点目参ります。あの検証委員会2回開かれたと言いますが、これ科学的な検証委員会だと表明しています。私は決して科学的ではないと思ってるんですね。なぜか、存在しない川辺川ダムの効果をですね、のうのうと述べてるわけです。行政には私たちがですね、もしこうなったらどうするんだという質問をしますと、行政側はどう答えます？家庭の質問にはお答えできませんというわけです。しかし彼らは堂々と、ありもしない川辺川が存在したらという家庭のもとに、その効果も家庭のもとに議論をして、6割以外をですね、縮小できたと言ってるわけです。これも実はからくりがあります。ピーク流量ですね、人吉市のこれ隠してます。あの川辺川熊川水系のですね、基本方針を審議する資料の中に、ご存知だと思いますが、青安神社の楼門の浸水の高さをですね、1669年と1712年の記録をちゃんと載せて、それぞれ8900トン流れたという資料があります。それをもとに方針を立ててるわけです。これは河川整備計画の大元にあるものですから、非常に重要な数字なんですね。だ、今回どうしてるか、青安神社の写真はありますよ。しかしその写真だけ水位の数字が入ってないんです。で、よく探してみますと、拝殿のところで地面から 1.2 メートルぐらい来たという写真が1枚ありました。それを元に逆算してみますと、やっぱり楼門は 1.2 メートルぐらい使ってるわけですね。1712年より30センチ高いわけです。にもかかわらず7900トンだと言ってるんですね。あるいは7400トンと言ってます。これ真っ赤な嘘ですよね。で、これを私たちは言ってるんですけど、彼に言わせるとそれはイメージだと。そんなバカな話ありますか。で、そういう水増しを、じゃあ、要するに低く水盛ることによって、そうすれば当然川辺川ダムの効果は大きくなります。分母が小さくなるわけですから、そういう前かしで川辺川ダムの効用を、仮説に基づいて宝を味に伝わって、それをシャンシャンと流域の市町村の方々、あるいは県知事が飲み込んだわけです。ですから、でもっと重要なことはですね、市房ダムについては結構詳しく検証委員会などで議論しています。ただし徹底的に欠落しているのは、もし雨の降り方が変わって緊急放流した場合、どれぐらいの水を流さなければいけないのか、その場合どういう事故、あの洪水が拡大したのか、これはシミュレーションさえしていません。川辺川ダムはなくてもやってるんですよ、シミュレーション。でもっと重要なことは瀬戸石ダムの問題です。一言も触れられないんですよ。これが上流部と下流部にどれだけの災害をもたらしたか。彼らの記録によると5人の方が犠牲になっておられます。このことについて検証は一つもしています。これ現存したものです。で、実際そういう災害を引き起こしたわけです。それすら議論しています。まあ細かな話ですると、県管理の部分、視線ですね、これについてもどのような今後の水害に対して影響を与えたのかということについてはですね、これも検証されていません。で、私がちょっと深く考えてみますとですね、県が、あるいは市町村がですね、自分の管理部分について踏み込まれると大変だから、さっさと黙ってダム全部流し込むという
結構すっからないことをやったのではないかというふうに思うわけですね。で、全体として今度の提唱委員会は安倍側のものをですね、作るための国交省が用意した集団催眠の場所だというふうに考えざるを得ないわけです。で、ちょっともう中を飛ばして、申し上げます。で、中のもう一つだけ言いますからね、南無市治水を検討する場でいくつか計画がなされて、これはバカバカしい話なので飛ばしますが、その中でもですね、42箇所、46事業がですね、河川整備計画として、実施されたり、今実施中です。で、その中でですね、堤防の火災が1箇所もありません。で、過小掘削は11箇所、半分が完了で半分が実施中です。から地区で、要するに今までちゃんとした堤防がなかったところが何か所かありますけれども、その中でこれは投資だっていうんでしょうか、ここを現場に見ましたけど、築堤して帰ってやられているわけですね。で、そうしてですね、川辺川ダムがまずあってある状態を前提にして河川整備をやってるわけです。当然やられますよね。これを12年間放置していい落下と、続けてきたのは自治体側です。で、国交省がそれを中心にしている。で、最後になります。ちょっと時間がオーバーした恐縮ですが、19日の知事の発言の中でいくつか問題がありますので、その中の2つだけ申し上げます。ダムか環境か、命か環境かという二項対立はまずいということを言ってますよね。で、反対する人は環境を大事にしたいと言うからダムに反対するんだろう。で、それをやめるために穴開きダムかと思ってきたわけですね。で、穴開きダムの問題は、今先ほど岡田先生がおっしゃいましたけれども、多くの問題を抱えています。しかし二項対立でしょうか。私はもう一個あると思います。災害を防ぐための復興工事をやればいいんです。で、治水は国交省の手のひらの上です。彼らの直轄管理ですから、彼らはイエスかノーでできるかできないか決まるわけですね。しかし復興事業は県とか地元の市町村が行う事業です。独自の判断ができるわけです。その中で必要なかさ上げであったり高台移転であったり、そういうことができればですね、ダムがなくても安全な町づくり地域づくりが可能なわけです。なぜこの項目を入れないのか。ですから三項対立になるはずなんですね。しかしその復興については対立事項が中に入れていません。これは県とか地元の市町村が自分の責任を放棄したり等しいと言わざるを得ないと思います。で、もう一つ、二項対立の中でダムに反対する人は環境を大事にしたいからダムはダメだと言っている。違うんです。それも大事です。同時に先ほども言いましたけれども、ダムはかえって危険を増大させる危なっかしいものだ。これを経験で学んでおられるからこそダムはダメだと言っているわけですね。そういうことについて一言も触れてません。これも人をバカにしたような議論です。で、その談話の最後の方にですね、これから、方向性も決まったから復興事業に邁進していきたいというようなことをおっしゃっていますけれども、まずここは一つ大きな私たちの戦いの場所になるだろうと思うんですね。で、復興は誰が担うのか、その地域で被災し、これから自分たちの生活を立て直していきたい、地域を立て直していきたいという皆さん方の力があってこそできるものです。だからその人たちの意見をですね、必ず入れて具体的な形で具現化すること、これなしには復興はありえないわけですね。ですから住民決定による復興をいかに我々の手にしていけるのか、これが非常に大きな課題となっていくだろう、戦いの焦点になっていくだろうというふうに思います。
で2番目はこの災害が ずっと連続する中で国のやり方がおかしいという意見が全国あちこちで沸き起こっています。で現在我々はそういう人たちと手をつないで全国的に国交省がやることは公害ではないのか、やめさせようという声をですね上げようとしています。この力も大きいやろう、もっと広げてそういう人たちとともに国交省の固くなる考え方をですね変えていく、そういうことが必要だろう。でその後ですね、利水の問題、利水関係で申しますと荒木ダムだから市議会に関係ないと言わせない、今穴が詰まったら水は流れません。だから水田に大きく関わるわけですね。漁業も同様です。トンネル、真っ暗なトンネルを魚が操業するわけない、魚の生存環境は激変します。これをどうしてくれるんだと、絶対許さんという戦いも必要になってくるだろうと思います。でそういう意味で私はまあ知事がそういう発言をしましたのでちょっと旬となっているかと思いましたけど、皆さん大元気なので安心しましたが、これからが戦いの本番なんですよ。具体的な戦いができます。地元の方々と一緒に手を携えてですね、私たちも戦っていきたいと思います。で最後に示しましたのは、これは15日ですね、琉球新報に載った記事です。あの板井正夫さんのことが登場します。辺野古の基地に反対する座り込みの人にですね、ある人が話しかけてきたと。でその後柳原バーを送ってきた、呼んでみたら板井正夫という人だった。で従来一旦始まった公共事業は止まらないと言われたけれども、熊本では止めたということをこの方は感激して受け止めたんですね。で最後に板井さんは沖縄の問題は日本の問題だというと同時にですね、この川辺の問題、熊谷の問題も日本の問題だと捉えて、いかなければいけないという思いを語られたそうです。ただ残念ながら今はお亡くなりになっていらっしゃいません。しかし彼が振り上げてくれたこの戦いの歴史をですね、私たちは引き継いで、やっぱりその固くなる国交省をですね、叩きのめして、この戦いをですね、ダム根絶の要するに先駆けとして戦いの方ではありませんか。私の話を終わらせて、中村先生どうもありがとうございました。